あのセンサーの種類が、はい、頭はそれぐらいで大丈夫です。全然アプリの判断とか、ね、よく空港に設置したらあれと一緒だね。このプログラムの途中に、前にロボットの視界に人が入るとブレーキを踏んでしまいます。で、私たちが想定している以外のところで人を認識してしまうとデモンストレーション途中で止まってしまうということになりますので、報道陣の皆様には、ロボットが車を運転している最中にロボットの視界に入らないようにご注意していただきたいと思います。もうちょっと目とか動かしますか？動かしますか？前に行っていいですか？はい、あ、はい、写真流れについてもう一回浅野先生の方からご説明をしていただいた後に、このコンテストをですね、まあ、1回か2回程度、やらさせていただきます。で、その後ですね、